はい、はい、昨日に続いて3例目が出ました。相次いで言うと言っていいのかと思いますので、まず受け止めを改めてお願いします。はい、基本的に、全国的に特に東京圏、そして大阪圏というところで、まあ、数も増えていますので、人が移動しているわけですから、その中で、リスクは高まっているという認識です。ですので、我々とすると今は一つこの今日これで3件目ですけれども、一つ一つについて、しっかりこうフォローして補足できて状況であるので、先がそういった意味では ある程度見えているコントロールできているという認識があるんですけど、この数がまた増えていって、そして感染経路もわからないという事例が出てくるということになりますと、非常に我々としても不安に思ってくるということになりますので、なんとか今のような状況のままで一つ一つにしっかりと対応ができる体制の中で、日々を送りたいというふうに思います。先ほどの予断を許さないという言葉がありました。はいはい、今改めてどういう状況だと、佐賀県内どういう状況だというか。そうですね、基本的にやはり佐賀県は今拡大している、福岡さんとか、もちろん熊本さんもそうですし、そうしたところにも接していたり近いところにあるわけです。そして、特に今の時期は東京圏、大阪圏との人の行き来も、これ致し方ないことでありますが、ありますので、一定程度出てくることを前提に対応したいと思っておりますけれども、これがさらに広がっていくと、佐賀県内のにおいて広がっていくということになりますと、なかなか手に負えないということになるので、私としても県民の皆さん方にその外出自体についての決定を取るということになろうかと思いますので、ただ今の時点であると県にとどまっている、一つ今まで3例出てますけど、一つ一つに対して、なんとかその先というものに対して終える状況であって、しかも封じ込める状況だというふうに思いますけれども、これから先は、非常にまだ見えない、そういうリスクが出てくる。でそのリスクを防ぐためには、これは県民の皆さん方と一緒になって、特に今感染が拡大している首都圏、関西圏、そして九州の拡大しているエリアに不要不急にはお出かけにならないでということをぜひお願いをしたいと思います。今日は報道も出させていただきましたが、ここにありますけれども、首都圏、関西圏、そして九州の拡大地域に不要不急の外出は避けていただきたいというお願いをさせていただきたいと思います。これはもうみんなの力で、守らなければいけないことだと思いますし、残念ながらこれ出てしまうこともあると思います、これからも。その時にはぜひその患者さんにこう慈しんで、そういう環境を作って、患者さんにはぜひ行動経路などを、正直に話していただいて、我々が全力でそこに対策を講じるということをこれからも続けていくためにも、ぜひ県民の皆さん方のご協力、ご支援をよろしくお願いしたいと思います。学校行事等への今後の判断の影響はいかがでしょうか。はい、はい、これは現時点では変わっておりません。一つ一つしっかりと対応できる体制だというふうにまだ思っておりますが、今後これは刻々と状況は変わっていきます。そして先が見えないところが恐ろしいところでありますので、その時点時点における我々の判断をお示したいというふうに思います。感謝から以上です。拍手なんで、よろしいでしょうか。すみません、入手しました。本人の属性、あと家族の、年齢等、はい、分かっている範囲で、はい、40代の武雄市在住の男性であります。濃厚接触者は同居されている、妻、そして、乳幼児お子さん2人と
この3名にとどまるものでございます。乳幼児というのは具体的に何歳代とか、お二人とも乳幼児、5歳以下が2人と申し上げております。はい、家族に症状がある方は今のところいらっしゃる？ありません。はい、今回出張している人がいるということ、同行で出張している人がいるということですが、これは接触者にわからないというところですか？そうですね、情報はお伝えしたいと思います。その5名の方、一緒に、こちらの方から出かけていった方もおられますし、向こうで合流された3名の方と、そういった方もおられますので、そのうちの向こうで合流した3名のうちの1名は今発熱をしているということでありますので、そこはそれぞれ情報提供をさせていただきたいと思います。もう現時点で感染経路が指定されていると言えるのでしょうか？感染経路は特定できないと思います。というのも、ちょっと東京の出張から発症までが短いのかなという意識もありますし、その東京出張の前の行動パターンについてもこれから調べなければいけませんので、そういったところで特定できるのかどうかというところだと思いますが、なかなか厳しいのではないかというふうに思います。ただこれ感染拡大防止のためには、その後どういう接触を患者さんがしていたのかというところをしっかりとつぶさに終えるかどうかというところにかかっていると思いますので、そこもさらに調査をして、しっかりクロージングというか包み込めるようにしていきたいと思っています。発熱からしばらく時間が経っていますけれども、現在のルールにも沿ってということだと思うんですが、そのあたり早く処置する必要性とか、早く検査をしてですね、はい、捕捉したりする必要性というのについてはどう思いますか？ですので、濃厚接触者の3名はすぐにやりますけれども、その他にも今調べておりますので、必要とあれば迅速に対応するということだと思います。40代男性の方の職業は自営業ということなので、お一人で、事業をやられていて、そういった打ち合わせだというふうに思われます。東京に行ってるんですか？と思われます。もう基本的には自営業ということなので、仕事の関係で行かれたというふうに聞いております。よろしいですか？すみません、佐賀から同行した一人も自営業で働いている従業員というか、この方はですね、佐賀県民ではないんですけれども、そこはまだ調べないといけないと思いますが、はい、3人は東京で、1人は佐賀県民ではなくて、東京で合流したみたいなイメージでいいですか？はっきり言うと、佐賀にこの武雄の方と佐世保在住の方が長崎空港から行って、向こうで東京2名、群馬1名、5名でということですけれども、それ自体はそこまで、なんていうの、その方面の方っていうか、それぞれの連絡はさせていただきますけれども、それ自体がストレートに原因だということを私は申し上げております。わかりました。ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございました。はい、じゃあありがとうございます。